で、事業内容、おおむね決まってます。情報交流会、会員の資質向上及び会員同士の交流、いわゆる人事交流です。大変期待をしております。今後、セミナーや交流会、フライトデモなどのイベントを通じて、会員の皆様が互いに刺激し合い、ドローン産業のさらなる活性化に寄与されることを大事に思います。用途で使われているのは、ちょっと3枚ほどスライドを使ってご説明をさせていただきますが、1つ目がですね、ドローンを使った医薬品配送。ビジネス協議会ということで、各社がですね、利益を上げるための協議会だという趣旨を持って、まあ、2年間の任期を全うさせていただきたいなというふうに思います。どういった場合に国土交通大臣の許可、承認が必要な事項なのかというのを記載したものになります。ものに変えてですね、その機体に備え付けられているカメラによって、まあ、飛行経路かですとかその周辺状況を、まあ、飛行中に確認をしていただいて、まあ、第三者がいないというのを確認をしていただく。飛ばせる方もいらっしゃいますし、飛ばせない方もいらっしゃいます。ただ我々の趣旨はビジネスでございます。ドローンビジネスでございます。いわゆる稼げと、どなたに頼んでも、どなたが発注したから受注してもですね、同じ技能を、はい、持っていると。会員同士の交流ですね、コミュニケーション、これは不可欠だと思います。でさらにですね、会員さんたちがですね、現在悩んでいることとか思いがあるものということをですね、そういったものを、まあ、みんなで共有することによって、まあ、出口だったり答えが見える、その先に、まあ、形として創出していくというのが、まあ、最終的な目標になるのかなというふうに思っています。市町村とですね、何らかしらもですね、タッグを組まさせていただくというところですね。タッグを組ま